ああ、そりゃあれですよね。宝玉銃のストラクチャーデッキで、なかなか手札誘発系のいいカードが揃っているみたいなニュースというかトレンドを見ましたね。というか、なんかあそこまで手札誘発系のカードが揃っちゃうと、もはや宝玉銃というか、手札誘発のジャベリンビートル、手札誘発のあれ、ストラクになっちゃうんじゃっていう懸念はあるんですけれども、まあでもそうでもしない、ちょっと宝玉銃は今の時代はついていけないっていうこともなんでしょうかね。さあ、まあまあまあ、まあまあまあ、序盤はね、最初の1ターン目はこんな感じの動きでしょう。うん、サイクロン、まあでも神の恵みだしいいや。サンダーボルト、まあまあ全然自分はいいけど。コビトン、なんでこんな最初のターンに来るかな。ちょっと枚数減らしてもいいかもしれませんね。やっぱセイントマジシャンだったか。まあそりゃサンダーボルトだよね。でもまあウィッチ破壊してくれるならそれはそれで助かるし、うん、オッケーオッケー、うん。千獣ゴッド、これはジャベリンビートル来るかな。お、まだ出さないんだ。うーん、何も持ってこようかな。メタモルポット伏せちゃおうかなって思ったけど絶対落とされますもんね。まあまあソルジャーでいいや。じゃあうん、でもあれですよね、サンダーボルトあるから使わなくていいや。地道ななんというか攻防になっていますね。さあ戦局はどう動くか。なんだ、クロスチェンジ、エクスチェンジ。じゃあサンダーボルト、なるほどなるほど、伏せたが、まあじゃあジャベリンビートルもらってこう。やばいな、サンダーボルト2枚あるのか。ジャベリンビートルが邪魔。いやー厄介ですね。うん、厄介だね。まあまあそれ1枚は使うよね。まあまたソルジャー持ってきて、あーでもウィッチでもよかったかもしれないな。ここまあどうし、ここコビトンでいいや。ちょっとこいつも枚数減らしておきたいし、完全にもうサンダーボルトの生贄要員ですね。ただサンダーボルトはこっちのターンには使ってこないと思うんで、ウィッチ、あ、上から取られる。マジシリか、まあ悪くないね。これでマシンナーズスナイパーくればマシンナーズフォースは出せるけれども、マークセカード怖いよね。うん、殴ってきたが、まあまあまあ、じゃあ反射ダメージでコビトン手札に。メタ持っちゃう、あれじゃね。お、通った。あ、そっか、あんまり
殴んなくてもよかったかもな。まあ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 、まあいいや。セイントマジシャンでサンダーボルト回収してくるか。何年使ってきたか、ここで。うわっ、ああマジか。誰、セイントマジシャンでしょ。あんまりド派手な行動ができないのがまあまあきついですね。でもセイントマジシャンなら、セイントマジシャンならコビトンでいいや。エクスチェンジ、なるほど。じゃあ絶対このカードを捨ててないとダメだわ。破壊されることになっても、まあ実際今蘇らせたいのいないしな。さあ何もらえるかな。かわいいぜ、ジャベリンビートル出させてやるよ。まあライフ的にも余裕はあるし、うん。神戦か。いけ、ジャベリンビートルの契約。さて、手札のパーフェクト機械王をリリース。生贄に現れよ、ジャベリンビートル。パーフェクト機械を出せば勝てるんだけど、ちょっとまあ伏せカードがさすがに怖いし、まあコビトン出してちょっと様子見かな。あ、取った。それは使うんだ。ウィッチかーい。まあ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 、100ぐらいはね、許容範囲よ。リビデか。まあ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 、助かる助かる。さあ行くか、死者蘇生。よみがえれパーフェクト機械よ。さあパーフェクト機械王で攻撃。まだ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 、ジャベリンビートルでとどめ。いやー面白いデッキでしたね。いやでもエクスチェンジで儀式魔法と儀式モンスターこっちに渡してくるって、面白いは面白いんですけれども、手間が手間かかりすぎませんかね。まあでも他になんかそういうことができる手段はないですもんね。うん、いや大変面白いデッキでした。はい、対戦ありがとうございました。